様です。今日も一日お疲れ様です。今回は、マインクラフト大型アップデート 1.19 で追加される、カエルとアレイを仲間にしていきたいと思います。ということでですね、今回は、マインクラフト Java 版のスナップショットをね、使用して、一足先にアップデート内容を楽しんでいきたいと思います。何見とんじゃ。で、今回、カエルさんを仲間にするということでですね、じゃじゃーん!カエルさんのお家を作ってみました!めっちゃ可愛くないですか?よく見て。鼻の穴がですね、窓になってるんですよ。私の建築少しでも可愛いなって思ってくださったら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ちなみに内装もね、めちゃくちゃこだわって作ったんですけど、それはね、動画後半でのお楽しみです。なので今回は、カエルとアレイを仲間にしたら、こちらのお家に連れて帰っていきたいと思います。ということで早速、レッツゴー!ではまず、カエルさんを探していこうと思うんですけども、見てください、皆さん。私がいる場所、見たことないでしょう。ここね、なんと、今回のね、アップデートで追加される、マングローブっていうね、新バイオームなんですよ。見てみて、すごくない?ツタがいっぱい生えててさ、ちょっと神秘的だよね。で、新しいバイオームということで、新しいブロックが追加されてるんだよね。これとか確かね、泥だったかな?うん、泥ブロックだね。あ、なんか、音がいいよ。聞いて、この音。ほら。さすが ASMR マイクラ。あとは、この生えてる木もね、新しい木なんだって。ほら見て!木の中身が赤くなってる!マングローブの原木。あ!マングローブの芽っていうアイテムもゲットできた。可愛くない?なんか。そしたらちょっと、これ木材にしてみようかな。よいしょ。うわー!なんか、かっこいい!かっこよくもおしゃれな建築できそうじゃない?じゃあちょっと作業台作って、どうやらですね、皆さん、こんなものが追加されたんですよ。まずは、チェストを作ります。そして、ボートを作って、このボートと、このチェストを組み合わせると、チェスト付きのボートができるんですよね。まあ、もうね、大体皆さん分かったと思うんですけど、このボート、なんと、収納できるんですよ!めっちゃ便利じゃない?遠出とかするとね、荷物たくさん持って帰れないって悩んでたけど、これがあればさ、拠点までたんまり持って帰れますよ。私こういうの欲しかったんよね。本当に神アップデですよ、これ。でね、このね、マングローブにはカエルさんがね、生息してるみたいなので、探していきたいと思います。もう新モブってなるとね、めちゃくちゃワクワクするよね。あ、カエルの声聞こえた。あ、いた!おー!白いカエルだ!ぷくぷくってして、え、ねえ、見て、歩き方かわいい!ちょ、こっち向いてよ!あ、向いてくれた。心通じ合ったんかな。おー、こんにちは。うわ、ジャンプ力高っ。カエルはね、3色いるみたいで、生息してる場所によってね、違うみたいなんですよ。このスライムボールでね、繁殖できるみたいなので、繁殖していきたいと思います。いくよ。ほい、ほい、さあ、ラブラブシーン。カエルラブラブシーン入ります。さあ、くっそ、おー!経験値出たね、今。お、ちょっと追いかけてみよう。ですよね。で、カエルの卵はね、シルクタッチとか使っても回収できないみたいなので、おたまじゃくしとして孵化するまで待ちます。すごい。カエルさんも見守ってるんだね、卵を。可愛い子が生まれるといいね。え、ずっと見守ってる。ずっと見守ってるよ。なんか感動するんだけど、優しいなあ、待って。もしかしてこっちに寄ってきたのって私がスライムボール持ってたから？え、これ話したらさ、おーい!私の感動を返せ!まったく、まったくだよ!いいよ、私が見守っててあげるからね、ずっとね。わー!生まれたー !2 匹!水バケツでね、捕獲できるっぽいんで、捕獲していきましょう。いた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 。よいしょ!おー!オッケーオッケー。お?どういうこと?かわいいな、ちっちゃくて。生まれたよ!え、待って、おたまじゃくし入り水バケツ超かわいいんだけど。かわいい、やったー。ほら、おいで。オッケーオッケー。そして、おたまじゃくしも解放してあげたら、じゃーん!ここがカエルさんのお家です!めっちゃよくない？ちゃんとなんかね、カエルさんが住みやすい環境にしたんですよ。じゃあまたこのね、狭い空間の中で卵を産んでもらおうかな。はい。おー、産むの早っ。
ほよー、ということでね、もうこれで完璧だね。カエルさんもいるし、ウトマジャクシもいるし、卵もあるし、すごい素晴らしいぞ、やったぜ。はい、ということで続いてはですね、アレイを仲間にしていくんですけども、なんでね、ダイヤモンドフル装備かと言いますと、そのアレイがいる場所が、じゃあ、略奪者のアジト、全焼基地なんですよね。あとはね、森の洋館にもいるみたいなんですけど、まぁ、ちょっと洋館よりはね、こっちの方が、あれ、洋館？洋館？森の洋館？洋館か？洋館、略奪者をね、ちょちょいと倒し、アレイを仲間にしていきたいと思います。よし、行くぞ。あ、いるな。やばい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 。プーンじゃないのよ。どうもアレイを閉じ込めてるらしいな。私が助けるからな。うわ、やっぱりあっちめっちゃいっぱいいるな。え、どうしよう。なるべく戦か、アレイ見つけました。え、ちょっとさ、なるべく戦いたくないんで、バレないように、こうバレないように。そうだ、じゃゴーレムさん、ゴーレムさん出してあげるからさ、じゃ略奪者のことよろしく。で、アレイ見ました。アレイこんにちは。よし、早速出しましょう。やばい、あ、ゴーレムさん助けて。ナイスナイス、ありがとうございます。いや、ゴーレムさん一生友達。ゴーレムさんここにもいますよ。そうですそうです、ありがとうございます。アレイをね、どうやって誘導するかというと、こうやってね、アイテムを渡すんですよ。何でもいいので。そうするとね、見て見て、ついてくるから。あれ、ついてきてる。アレイちゃーん、アレイ、あー、来た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 。あ、いた、もう一匹。さあ、君にもパンを渡すよ。かわいい。いや、かわいいな。本当に妖精みたいだよね。で、このアレイちゃんたちが何できるかというと、例えば今ね、パンをね、渡してると思うんですけど、渡したアイテムをね、こう投げますよ。拾ってくれるんですよ。で、私に渡してくれるの。君は友達？そんな、嬉しい。私のこと友達って言ってくれたの。こうやってね、預けたアイテムと同じアイテムをね、ああやって回収して、私に届けてくれるんですよ。めっちゃ便利じゃない？じゃあ土を渡しますよ。からの、はい、土をポポポポーンって置きます。そしたらね、集めてきてくれるから。ほら、今回収したやん。さあ、おいで。おいー、ナイス。いや、素晴らしいね。ということでね、こんな感じで、アレイはね、私のことをお助けしてくれるんですよ。ありがとう。じゃあね、アレイもね、お家に連れて帰りたいと思います。せーの。はい、ということで、帰ってまいりました。このお家の2階がね、カエルさんのお家なので、アレイちゃんたちとはね、1階に住んでいきたいと思います。ということで、1階のお家がこんな感じでーす。カエルさんのお家なのでね、緑を基調としたお部屋にしております。めっちゃ可愛いでしょ。ということで、もうね、夜だし、可愛いアレイちゃんたちと一緒に寝よっかな。おやすみなさい。はい、ということで今回はですね、 1.19 のアップデートで追加されるカエルさんとアレイちゃんをね、仲間にしてきたんですけども、他にもね、アップデート要素がございまして、それがディープダークっていうね、新しいバイオームが追加されるみたいなんですよ。で、そこには古代都市っていうね、構造物があるみたいで、なんと音を頼りに攻撃してくるボーデンっていうね、強い敵モブが登場するらしいんですよ。いつか戦いたいけど、ちょっと怖いよね。あとは振動や音に反応するスカルクブロックっていうね、不思議なブロックが追加されるみたい。こんな感じで、マインクラフト 1.19 の大型アップデートって、めちゃくちゃ追加要素が盛りだくさんなんですよ。なのでね、ぜひ皆さんもアップデートされたマインクラフトで遊んでみてはいかがでしょうか。少しでも気になった方は概要欄チェックしてみてください。はい、ということで今日の動画は以上です。少しでも楽しんでいただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。 SNS は Twitter、Instagram やってますので、概要欄にリンク貼ってあります。もしくは ID 検索でフォローして遊びに来てください。ではでは、明日も一日頑張りましょう。たまでした。バイバーイ。